はい、えー、今回は、えー、ソニーベガスプロのマスクについて解説していきます。えー、まず、写真素材を1枚タイムラインに配置します。そして矢印キーの上でタイムラインを拡大し、イベントパンクロップを開きます。そして、写真素材の画角を16対9に設定しておきます。では、ここから、えー、マスクについて解説していきます、えー。このビデオイベント FX の画面ですね。 えー、一番下を見ていくと、マスクという項目があります。ここをクリックすると、このツール群がマスクツールに切り替わります。そして一つずつ見ていくと、標準ツールそのままですね。そしてその下が、アンカー作成ツール。これを使用してマスクを書いていきます。ワークスペースをクリックすると、点が打たれます。もう一つクリック。さらにクリック。そして最初の点をクリックします。 これで三角形のマスクが作成されました。で、プレビューの方を見てみると、この三角形で、えー、画面が切り抜かれています。これがマスクで画面を切り抜くマスキングとなります。標準ツールに戻すと、マスクが選択されています。ドラッグで移動。そして画面の外を一度クリックして、選択を解除して、それぞれの点を移動することでマスクを編集できます。線の上でドラッグすると、 こんな感じで曲線として編集していくこともできます。で、操作を間違えたときは Ctrl-Z で一つ戻ることができます。こんな感じでマスクを作成していきます。そして次に、アンカー削除ツール。これで点を削除することができます。そして次の接線分割ツール。これは線の上でクリックすると点を増やすことができます。 ですね、これが基本的なマスクの編集ツールですね。で、一度マスクを削除します。右クリックでマスクのリセット。次に、長方形マスク作成ツール。これで長方形のマスクを作成できます。シフトを押しながら行うと、正方形。コントロールを押しながら行うと、えー、四角の中心から正方形、長方形を作成することができます。 そして、オル t を押しながら行うと、角丸長方形となります。そして次が、円のマスク作成ツール。ドラッグで大円。シフトを押しながらドラッグで正円。コントロールを押しながら行うと、中心から円を作成。Alt キーを押しながら行うと、半円。といった形になっています。これらが、マスクを作成するためのツールとなります。 えでは実際に一度この写真のビルですね、マスクで切り抜いていきます。えー、ビデオイベント FX の画面をダブルクリックで拡大します。えー、そしてアンカー作成ツールでマスクを書いていきます。まずざっくりとビルの輪郭を書いていきます。こんな感じですね。そして次に標準ツールに切り替えて選択を解除し、 えー、一つ一つの点を調整していきますこんな感じですね。 そして次にディテールを調整していきます。このカクカクした部分は、アンカー作成ツールで点を増やしていきます。こんな感じですね。 こんな感じですねさらに反対側も調整していきます これでビルの形のマスクで切り抜くことができました。プレビューを見ると、ビルが切り抜かれていますね。そして、このマスクにもキーフレームがありますので、最初のキーフレームは削除して、現在作成したキーフレームを0秒に移動しておきます。こんな感じですね。 えー、そして、標準ツールでマスクをダブルクリックすることで、マスク全体を選択することができます。すると、この下にアイコンが出てきていますね。で、このプラスの方向で今、正のマスクとなっていますが、マイナスをクリックすると、えー、マスクの使用部分を反転させることができます。こんな感じですね。そして、こちらはフェザーの内側、両側、外側となっています。 これはマスクの境界線のぼかしですね。内側へぼかし。内側と外側両方にぼかし。外側にぼかし。こんな感じですね。こんな感じでマスクの境界線をぼかすことができます。そしてこのビルの形で切り抜かれた黒い部分ですね、外側の。 この部分は基本的に透明になっていますので背景に別の素材を置くことで合成することができます。例えばこんな空の素材はコントロールを押しながらドラッグで早送りにします。4倍速。すると、こんな感じで静止画のビルの素材に対して動画の空を合成することで動画のように見せることができます。 これがマスクの基本的な使い方となります。えー、次回は、えー、これらのツールの、えー、実用的な使い方ですね。えー、コマドワイプを作ったり画面分割を作ったりといったところをご紹介していきます。今回は以上です。またお会いしましょう。